イバシンさんお願いします。はい、ただいまご紹介に預かりました、今はユーチューバーもやってる車旅作家サイバシンでございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は最高の天気で車も売るほど置いてありますから、ぜひお持ち帰りいただきたいと思います。まず、なんだこのおっさんという方を知ってる方もいるんで、サイバシンって知ってるって方いらっしゃいます？そこそこですね。嬉しい。知らない方は今日覚えておいてください。変なおじさんです。で、オートキャンパーとかですね、今はキャンプカーマガジンで漫画を20年以上描いてたりとかですね、で、YouTuber まだ始めてちょっとなんですけども、まだまだ緩いんで、ゆるチューバーってます、サイバシンでございます。で、まあそういうと、日本中をこういうキャンカーで走って、キャンカーネタの漫画と動画をですね、キャンカーの中で制作して、雑誌やネット、 YouTube で活躍しているおじさんです。というとですね、かっこよく聞こえるんですけども、防災シェルターって、妻を防ぐって書くんですけど、これシェルターで日本中逃げ回ってる。最近はですね、出過ぎてて妻を忘れる防災シェルターになってるんですけども、たまに帰るとこういう目に遭ってます。ということで、目印はこのおっさんが乗ってますってシールが貼ってありますので、どっかで見かけても石投げないでください。ということで、そのYouTuberまだ緩いので後でも出ますんで、もしよろしかったら登録お願いいたします。ということでですね、まあ先ほどお話ありましたけども、YouTuberサイバーシーンの行くだけで楽しい面白い RV パークの動画も交えご紹介したいと思います。まず RV パーク、皆さん RV パークって聞いたことあるって方いらっしゃいます？おお、結構皆さんも。じゃあ実際に利用したって方いらっしゃる？おお、今回のお客さんすごいですね。まあ知らない方のためにおさらいでご説明しますと、 RV パークっていうのは安全安心快適な車中泊エリア、ここだけの話なんですけど、私ももうキャンピングカー二十数年乗ってますけど、昔は道の駅もあんまりなくて、その代わりにキャンピングカーも多くなかったんで、ちょっと空き地があればマナーを守ってゴミなんか捨てないで止めていただけるってことができたんです、昔は。ところがですね、房総半島の千葉県、いい広場があったんで止まりました。そしたらです、隣からフン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 パパラパパパラパなんていうのが来てですね、私が止まってる広場でもうなんか集会が始まっちゃってですね、もう私は次の新聞にキャンピングカー親父逆さ釣りなんていうのが出ちゃうんじゃないかと。まあ時効だから言っちゃいますけども、ビール飲んでたんですが逃げました。時効ですよ、今だったら一発免停ですからね。ということで、RV パーク、もうとにかくですね、1週間ぐらいの滞在、まあね、最近道の駅で1週間道の駅に泊まるなんてとんでもない人いますけども、 RV パークは平気で泊まれます。入浴施設、やっぱりね、車旅っていうとね、奥様お風呂ですよね。おっちゃんはですね、一晩ぐらい風呂入んなくてもいいかなんて言うんですけど、奥さんなんて冗談じゃないわよと。1日3回ぐらい入る方もいますが、入浴施設が併設または15キロ圏内ですから、 RV パークに寄ってくる前にザブッと入ってこれるぐらいの距離ですね。そしてですね、車旅っていうとどうしてもゴミがたまるんですが、ゴミ処理が完了、引き取ってくれるんですね。まあ有料のところと無料のところありますけども、そして入場制限が緩やかで、中にはですね、予約しなくても当日空きがあれば OK っていうところもあります。そして美味しいもの食べたら出ますよね。そうすると24時間利用トイレが利用できる24時間トイレ、これもついてます。そして100ボルト電源が使えます。だんだん涼しくなってきましたけど、夏場なんて皆さん下手するとキャンピングカーなんてオーブンですよ。だから私なんか中にこんがり焼き豚ができちゃうんですけど、それが最近は家庭用エアコンもついてくるんですが、サブバッテリーだって最近人気のリチウムだって限界がありますから、有限ですから、その点 AC プッとつなげばです、エアコン使い放題、これ楽ですね。それとですね、最後にゆったりとして駐車スペース、まあ、これはパークによってサイズまちまちなんですけど、この間北海道行ったらですね、10メートル×10メートルっていうサイトもありましたけど、もう縦でも横でも止めていいっていう。とにかくそうするとサイドオーニング広げて、テーブルとか出して、最近 RV パークはですね、焚き火もできるところも出てきたので、もうそこでもうキャンプみたいなこともできるなんて、もう本当に安全安心快適な車中泊エリアがどんどん増えてます。じゃあそれでも分かんないっていう方のために、ちょっとこれから漫画を、 RV パークってなんだと、実はですね、もともと漫画描いてるんで、動画も漫画の動画も上げてます。ちょっとお聞き取りにくいところもあるかもしれないんですが、サイバーチャンネルです。何してるの？ RV パークをチェックしてるんだよ。RV パーク？日本全国に160カ所以上あるんだよ。すごい。今286カ所になってます。これ4月時点ですから。今アメリカ1万カ所、右が500カ所、可能ならば1カ所まで増やしたいとのこと。日本中どこに行っても RV パークがあるってのは理想的。
私の先、怖い目に遭わないんですよ。よっしゃ、本来は観光などの国の旅の目的で、RV パークはその拠点、つまり手段として利用しているのかな。最近は行くだけでも楽しい RV パークが増えているんです。一口、RV パークといっても、パーキングの中に、いろんなタイプあります。埼玉県、山梨県、長野県、関東ばっかりですか。これらのパークはお気に入りの定番ですが、新しい RV パークをご紹介。 RV パークスマート、カーニバルヒルズ、スマートだから無人知識、占いが当たる、オーナーは400歳の魔女、コーヒー色の温泉、オーナーが魔女なんですね。美味しい食事などなど、RV パーク京急観音山、三浦半島の先に、海が素敵です。ゴージャスなスパは入りたい放題、放題カレーがおすすめなどなど、 RV パークスマート、小山大井川温泉、スマートから無人チェックイン、ショッピングモールのお隣にあるので是非楽しめます。うなぎが安いです。まったりできるお湯です。うなぎが安い。RV パークアネックス投資、某一流企業、某トヨタが7億かけたそうです。緑地に8台、すごい今後はこれらを拠点として各種イベントやツアーも企画するかも。宿泊も必要なイベントでも車中泊できれば OK です。キャンプジャパンの新しい遊びの提案、出会いの場、 RV パークを拠点にいろんなイベント企画も生まれてます。なんとユンボの免許をみんなで RV パークに泊まって取っちゃう。これは昆布干しを時給1000円でお手伝いと。ここがこうあって、これがゴミを拾うツアーみたいなやつですね。これお遍路パークっていう、お遍路のお寺に RV パークがある。もう行くだけで、もっと魅力的な RV パークを増やしてほしい。行くだけで面白い。あの頃でないわけでは。これうちです。アウトレット？しっかりコロナ対策してお買い物三昧車旅よ。よ、そんなお付き合いなんて行きたくない。ダメだこれ。という以上なんですね。で、実はこのオチがありまして、最後にですね、アウトレットが、アウトレット付きの RV パークがないのって言って、この時点はなかったんですが、木更津にできました。で、これはもう私動画で、奥さんが帰ってこない RV パーク、つまりアウトレットパークの道挟んだところに RV パークがあるんですね。だから奥さん行ったら帰ってこないんですね。そういうところがなんと冗談のような RV パークができちゃいました。で、その後また北海道とかいろいろ行ってきたんで、最新の行くだけでも面白い RV パークってのを、これもあの動画でもうすでに上げてますけど、ご紹介したいと思います。街中にある RV パーク、普通 RV パークっていうとなんか屋外っていうイメージなんですけども、なんとホテルの駐車場、北海道の道東ですね、裏の駐車場に、でおそらく街一番の立派なホテルの駐車場にいるんですね。何が楽しいかっていうと、街の散策なんですね。ホテルがちゃんとこういうマップをくれるんですね。こういうのを用意してくれるのはありがたいです。で、いろいろ歩きました。まあ明るいうちから下調べですね。そうしたらなんか綺麗なママさんがいそうな飲み屋がある。で、結局夜来ました。綺麗なママさんいませんでしたけど、オホーツクのですね、美味しいんですよ、やっぱり刺身屋なんかが。ですから RV パーク泊まるんで、飲んだくれちゃっても平気なんですね。いい店でやりましたと。次はですね、なんと RV パークを仲間で作っちゃったっていう、これはですね、茨城県の北関東で一番大きいリンゴ園なんですが、おオラッチの RV パーク作っちゃおうぜということで、みんな手弁当で、リンゴ園の駐車場広いんですね、広いんで、その一角にみんなで寄ってたがって RV パーク作っちゃったんです。キャンピングカー乗ってる方でプロの方もいらっしゃるんで、こういうのもうあっという間に、これ半日もかからないでできちゃいました。先ほどイベントってありましたけど、開催イベント、オープンの記念のジャズだとかで花火もやって、全部で60数台集まりました。続いてはですね、埼玉県、
皆さん、あのムーミンって知ってますか？私のような声体験してるムーミン、ムーミンのムーミン谷ってあるんですね。でそこに RV パークができたんです。普通の駐車場の中に RV パークがこうポツポツと点在してるんですね。で怪しいのが出てきましたけど、はい、シャーロックモーターホームズっておじさんがこう調べてるんですね。サイバーチャンネル、サイバーシンコとシャーロックモーターホームズ、今日は皆さんもご存知のムーミンの世界を探ってきます。これはもっと最近行った RV パークの3本指に入る RV パークですね。これ入り口ですね。ムーミンのシルエットがあります。でここまでは、ね、無料なんですよ。あのところがはここから有料なんですが、入るとちょうどこの時期は雲海が人工ですけど、こういう感じなんです。乗車率が高くて、私おっさん一人で行ったんですけど、もう居づらくて。あ、これが、ね、ムーミン屋敷です。ムーミン屋敷。ムーミン屋敷です。絵本の中のやつがもうちゃんと実在してるんですね。これネタバレになるんで、細かいことはご紹介してません。もうぜひ皆さん実際にですね、説明、あの、行ってみてください。ほら、誰か覗いてるんですね、こういう。でも僕たち行きたいでしょ、こういうとこ。連れてってって言えば連れてってくれるよ。徒歩で5分以内に温泉もあるんですね。もう子供と一緒に、家族でも、もしくはあの彼氏彼女と一緒にですね、1日ムーミン谷で遊んでお風呂に入って、でも帰らなくていいんですね。 RV パークがある、そこの RV パークに泊まっちゃう。もう動画になって、もう少し詳しく説明してますんで。これムーミンのムーミンパパのなんか書斎らしい、なんか隠れ家らしいんですけど、これはムーミンの部屋で、残念ながらムーミンはいませんでした。ムーミン屋敷おすすめです。はい、やっと関東の話ばっかだったんですけど、皆さん近いところのカッセル RV パーク、生野高原っていう兵庫県ですけど、皆さん近い場なんで、これここもぜひ行っていただきたいんですけども、歴史のあるですね、レストランに RV パークができた。地図だと昔のまんまなんですけども、結構綺麗な整備された RV パークになっていまして、大自然の中にあります。高原とついてるだけあってですね、標高も 600m ぐらいなんで、多分夏も涼しいんじゃないかなと。でこれがレストランですけど、ゴルフ場も広がってます、ね、644m ですかね。だから多分夏も涼しいはずで、6台止めれるようになっていて、でトイレも、ね、新しいんで、しかもシャワートイレですね。でここも 7m×4m で、広いんですね。でここもですね、お風呂があって、いつも入浴シーンカットしてるんですけど、サービスです。あの親父の入浴室で、デブがセレブになった気分っていうのは、先ほどお話ししましたように、もともと歴史のあるレストランなんで、夜はこうやってお食事が、でもちろん飲んでも RV パークの泊まりなんで OK なんですね。あ、今見てもよだれが出ちゃうんですけど、行くだけで楽しい RV パークの周辺には、この例のあのマチュピチュと言われた武田城とかあるんですね。 ですから、あのこういったところを巡って、最後は美味しい料理食べて 寝て泊まれる。あって、ここは生野銀山も近くにあるんですけど、なぜかですね、みんなイケメンなんですね。イケメン金髪の妊婦までいるんですね昔の親父人さんってこんなかっこよかったんですよということでですね、せっかくですね、皆さんにここでプレゼントです。先ほどのカッセル RV パーク、予約の際にネットの場合は備考欄、電話の場合は合言葉、カッセルにお邪魔んごーって言っていただくとですね、なんとウェルカムドリンクがいただけます。で11月30日締め切りですので、来月までですね。あの後で皆さんお邪魔んごーっていうのは練習していただきたいと思いますけど、で続いて、あ、今あのお配りしてるチラシがあるんですけども、先ほど今後せっかくこういう車乗ってるんで、いろんなイベントを企画しましょうということで、なんとですね、キャンピングカー乗りが企画したチェアアップ RV フェスって、つまりキャンピングカーで日本を元気で応援しようっていうようなイベントがあるんですね。で11月の5日6日に今お配りしてますけども、ちょっと遠いんですけど、長野県の小谷村で白井孝子さん、昔私ぐらいの年代だと多分
5曲あると思うんですけど、総立ちの高子、学園祭の女王って言われたロッカーですね。ロッカーって物入れるんじゃなくて、あのロックやる人なんですけど、その方とのコンサートがあります。でこのコンサートもよいしょ、当日申し込んでいただいて参加していただいて、チェックインの際に小谷村にお邪魔んごーと言っていただきますと、ドリンク、これがね、雪解けとサイダーって言って、雪解け水で作ったサイダーみたいなんですけど、美味しいんです。これがそのイベント中、あ、言い忘れたって言っても言っていただければですね、もらえます。ということで、ぜひあのキャンピングカー持ってない方、はあのレンタルキャンピングカーもあの長野にマクレントっていうところがありますので、それで借りていただいて、でもちろんキャンピングカー乗られてる方はちょっと行ってこようと、そういえば若い頃は白馬ぐらいはピュッて行ったよねっていう感じのノリで行っていただければと思います。はい、ということで思い立ったが吉日です。キャンピングカーと RV パークを楽しんでいただきたいと思います。あ、これ最後ですね、私の相棒、昔の会社で私が企画したゴンタっていうんですけども、この彼と私日本中一緒に回ってます。人のことじいさんっていう悪いやつ。私は君のお父さん。今回はね、新しい RV パーク行ってます。綺麗なお姉さんが好きでしょ。それは、嫌いじゃないけど、サンドの飯よりも好きでしょ。まあ、というところでございましてですね、はい、また出ましたけど、ゆるい動画まだやってますけども、よろしかったらサイバーチャンネルということでよろしくお願いいたします。はい、ということでどうもありがとうございました。はい、今回の動画では10月15日の大阪キャンピングカーフェアのサイバーシンさんのトークイベントを皆さんと共有させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これから頑張って福山へ帰ります。